ですねワンピーススクラッチがあったんですけど、コマルが好きなハンコックか、やっぱネタバレがすごい。まだ見えてないのに。ハンコック、あのハンコ先輩ネタバレになっちゃう。ところでこれロリコックって言われているんですけど、あのタモコ先輩なんでこうなったかっていうのはね、あの想像にお任せするんですが、よかったギア5じゃなくて、はい、日頃の行い、私は言わないよ、なんだろう、え、声真似だし絶対声真似じゃないよ、クマル最近こうやってはいっていうのが癖なんだよ、カミちゃんみたいだよ、え、違う違うんだ、クマル最近あのカンカンキンキンクンクンケンケンとか言って、あの挨拶するのが早く溜まってる、どういうこと、カンカンキンキンケンケン飛んでコンコン、青切高校所属のクリコマコマルだぞ、聞いたことあるわ、コマル昨日思いついたんだけど、昨日思いついたの、えどこで聞いたのそれ、うん、そういう挨拶してる人いないっけ、マジないかないっけ、うんうん、まあまあ1枚出てますからお姉さん、はーいお前やっぱりさお前お前お前さ、昔から知ってるじゃん、何お前初めて聞いたよお前誰意識してるんだよ、誰意識しないよ別に、出ますよね、コメント舐めてもらう、みんなはーいってコメントしていつものことだみたいな、ほらやるよね、困るね前から、うん、ほらみんなはーいってやって、ちなみにコマちゃんはさ、はいギャルのことなんて言う、えギャルえ、なにお前さ、え、あのあれあれはあのあれツイッターのこと聞いてもらっていい？ツイッターのことなんて言うの？このネタ知らなかった。よう見とるわ。びっくりした、うち今さ、うん、コンタクトがちょっとさ、うん、カピカピしてきたなって考えてたら、これとこれが一緒に見えた。ねえ怖い。怖い。向かい喜び。目薬ない？目薬？うん。ここにある水って言ったら、コマルの唾液ぐらいしかない。うちは持った唾液でいいからか。さしてくれ。ねえ同じこと考えないで。汚い。どうせのうちが本当にさ、ちょこまる唾液さしてえ？できる。そしたら聞くと思う。あの真剣にはコマルのことが本当に好きかどうか聞く、その時多分唾液を入れたいってことは多分相当好きだから、それこそ本当にコマルと付き合いたいのかどうか聞いて、そこで本当に付き合いたいから入れてほしいって言ったら、真剣に次の日まで考えさせてって言って、あの唾液の挑戦をしてこい。すぐ欲しいって。今すぐ答えが欲しい。目が。答えも唾液も欲しいって。あーね、でもそれタモコ先輩の目が本当にあの見なんかやばいことになるんだったらもう入れるわ入れてくれんだ、うん、最悪だね、うん、絶対いらないから大丈夫、うん、ありがとうね、排気が目に入れるってだいぶすごいよ、どんなに愛があってもきついもん、確かにさすがのさ、メイさんもさ、うん、なんか触ったことない、いや舐めたことないとこ眼球って言ってたじゃん、あーそうなんだ、そう、どこでも舐めたことあるけど、うん、唯一ないのは眼球みたいな配信に行ってたやつ、本当にどこでも舐めたことあんのかやつあるんじゃない、大腸小腸とか舐めたことないの違うじゃん、えそれはもう違うじゃん、表面でってこと、表面眼球以外、鼻の穴もあるんじゃない、うん、え、めっちゃやめてほしい、鼻の尻の穴もあんのかありそうだな、へ言ってたよね配信で、すごいな、確か言ってたけど、今違ったらマジでごめんやばいよ、そういう女って認定だよ、あのそういう女って認識する、鼻の穴も鼻の穴も流れてる女って認定になるけど、いや言ってた気すんだよな、お困り、その話をしたら人差し指とさ中指の今さネイル剥がれちゃってさあのちょっとでも左利きだったらちょっとまずかったけど、左利きだったらちょっとまずかったけど、よかったと思って、左利きじゃなくてね、可愛いよね、アナと雪の女王っぽい、変えました、無理、俺の行いか、なんかコメントでよくおほると聞いていたのですが、ちょっと不服そうなコメント来ちゃった、よくおほると聞いていたのにこいつはおほんねえわみたいな、どうしよう、あ今日は私があのセーブしてます、あおほろうとしたらちゃんと先輩の方を聞いてみたくない、やだよ絶対お前そのさ無茶なふりするのやめろマジで、えいいじゃねえよえいじゃなくて、ちゃんと先輩何でもできるよ、やろうと思った、できないよ、でもその恥じらいがまた可愛いんだよね、タモコ先輩はね、そうです、女の子らしい恥じらい忘れないっていうところでね、意外と恥じらいを持って生きてるんですよ、うん、そうだよね、もうなんかケツの穴と股の穴がいけないっていうぐらい、おい赤スパ来たぞ、あっ、あー赤スパ落ち、おーおー人間が、おーだけど、おー結構喉使うでしょ、うん大変そう、すごいな、リアルで聞くとね、うん、臨場感あるでしょ、そう臨場感とか、うん、
応募してる時の顔絶対見せないけどね。こっち見てないこと確認してやったから見ればよかった。見てる見てる絶対やだやだ。おいもう一回やだ。ワンモンチャンス。やだ絶対。ワンモン見てたらできないから頼むって。ここにお迎えする。これやるのに1万円かかるんよ。あそっか。そこをなんとかやめろ。お願いするな視聴者に。そんなひどい顔してんだ、うん、あなたひどい顔見せたくないタイプだよね。そう、あのこんなに発散ある声を出すけど、あの基本的にマジであの顔とかさ見た目とか服装とかすっごいよね。めっちゃね。めっちゃすごい。だからもう美意識の塊。怖いよね。もう結構運営さんとかに惹かれるもん。かわいそう。撮影とかでもうここまで、うん、なんかこれちょっと写りどうですかねみたいな言いすぎて、そう最終的になんかどういう風に写れば問題ないんですかみたいななった時に、あの問題の噂になった問題の発言が、あの田中みな実さんを撮影する気持ちでお願いしますっていう。みんなちょっと頭にハテナを感じそうね。何を言ってるんだ、こいつは。田中みな実さん記事でお願いしますっていう。ああ隠すな。名前が見直して可愛い顔でやってみれば一回、顔意識うちら別に見なくていいよ。見なくていい。マスク見てていい。うちら見てて、見て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 。タコ先輩の見ながらやる。キショイキショイキショイ。ダメ無理。失礼だろ。まだやってないよ。キマジーキム。やだ。やっぱいいや。じゃあよかったよ、前を向いてやるね。行くよ。もう一回落ちる。おお。眉毛は下がりがちなんだよね、やるとき、うんね、眉毛は困り眉になってます。そうそう、もうやめてほしいわ、うん、しんどい空間だったりだ。初めてあの顔見られながらやったわ、うんうん、見てる方が気まずい説ある。なんならやるよりやる方が見てる側も気まずいよ。じゃあ200万あったら困る。あのデリヘル行ってくる。えごお前200万でデリヘル。はい。ちょっと待って、だってあったよ。あなた、いや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 、可愛いさでちょっと和ませておこうかなと思って、あの過激なこと言ってることがきついからね。これが当たらなかったら、あやべ、デリヘルを呼ぶんだ。だけデリヘルの何、最近デリヘルのサイトでも見たの。デリヘルなんか、デリヘルのなんか同人誌見たら、デリヘルってすげえなと。え、呼んだ時はさ、うちも呼んでよ、うん。あ、そうだったってこと。違う違う違う、そこまで仲良くしなくてよくな い, いうち見とくからさ。あ、見たいの。うん、入りたくはないんだ。うん、大丈夫。うん、あでも見るだけでも 3P プランとかにしないといけないんじゃない。そんなプランとかあんのかな。じゃない、 3P プランとかなんかお金かかりそうじゃない。まあ気まずい、あの方向で見られるより気まずい。隠れとく。うん、コアラはそれ知ってるわけ。まあ、気まずいやん。知ってるわけだね。え、こうなんか襖の奥とかに隠れたらコアラずっと襖見ながらになっちゃうよ。あ、今見られてない。いや、新たな性癖が生まれるかもよ、見られるっていう、ね、そしたらどうしようかな。なんかあの スプラッシュとかコマルした時にその襖に向かってスプラッシュしてやろうかしら。何スプラッシュって。なんか噴射絶対にやめて。大丈夫、コマル噴射しないから。あ、そうなの。おしっこぐらい絶対にやめて。おしっこぶしゃーって。やめてね。狙えないからな、女の子は。そんな方向とか男の子も狙えないんじゃないの。あ、持てばいいの。そうそうそう、もう狙えそうじゃない。まあ、確かに立ってできるもんね、うん、立ってできるのやばいよね、うん、一斉の1よっしゃー。はい、私たちはタバコマ。違うよ、そうさ、いつも思うんだけどさ、うん、私たちははいタバコマだったからね。はい、私たちはって言うとうちがえっなっちゃうでしょ、ね、ちょっと笑っていいんだけど。私たちははいタバコマ。それだ。そうだよ、本当だ。お前が始めた物語だろ。うん、ありがとうございます。パキッ。え、待って、あれハート割った。うん、あ、気のせいじゃない、これした。